戦争省はかつて1684年から1964年の期間に存在したイギリス陸軍を統括するイギリスの行政機関。陸軍省、軍務所とも表記される。もともとは陸軍協を補佐する軍務所として発足。前進的組織はピューリタン革命時の応答派、議会軍双方に見出せる。陸軍協はもともとは、 陸軍総司令官に従属するものだが、1660年の王政復興後に徐々に権限を拡大させ、18世紀に軍事面での国王の助言者、軍事財政の議会の責任者として国務卿に並ぶ権力を有するようになった。しかし1794年に陸軍大臣が新設されるととって変われるようになっていった。1801年には、 植民地省と統合されて、陸軍、植民地省となったが、19世紀中期のクリミア戦争で陸軍の非効率性が浮き彫りとなったことで、陸軍、植民地省改革の動きが強まり、1854年には植民地省が陸軍省から切り離され、改めて陸軍大臣と植民地大臣が設置された。1863年には陸軍教の職位が廃止された。 1868年から1874年にかけて陸軍大臣を務めたエドワード・カードウェルの下、陸軍行政は陸軍省が統括することになり能力化が図られたが軍令については引き続き陸軍総司令官が掌握陸軍総司令官には王族の就任が多かったのでその改革は長く進まなかったしかし1895年に多年にわたって 陸軍総司令官として君臨し、改革を阻み続けたケンブリッジ公ジョージが辞職したことで、陸軍総司令官職の権限の制限が行われた。この際に、陸軍大臣の下には、軍政一般の助言を行う、軍務評議会が設けられ、陸軍総司令官の下には、軍令の助言を行う、陸軍局が設けられた。1904年に、 軍務評議会と陸軍局が合併されて、陸軍本部となり、陸軍大臣の下に置かれた。また陸軍総司令官職は、参謀本部総長に改組された。旧戦争省の建物1964年に、軍機構の大改革があり、陸海空軍を統合する国防省が新設され、陸軍大臣も陸軍省も、陸軍本部も廃止となった。 旧陸軍省は国防省の陸軍部となり現在に至っている。ロンドン中心部に現存する建物は1906年から1964年まで使用された建物で7階建ての建物でおよそ1000室ある。5年間の工期で建設費は当時の貨幣で120万ポンド以上かかったとされる。2014年に国防省は建物をインド資本のヒンズジャグループに売却した。 ありがとうございます。